この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おお、女三人温泉旅ですか。あ、英雄ですな。温泉の後は教会席、幸せですな。今日のお宿は、こんばんは、歌旅今日の夜。今日は高瀬春彦先生のプロデュース特別企画でございます。早速ご紹介しましょう。高瀬春彦先生です。よろしくお願いいたします。どうも。今日は先生、カルチャーサークル歌謡教室の今と題しまして、企画していただきました。そうですね、2つ、大阪と京都。はい。でこの放送ね、パート1パート2で2回に分けて今日はパート1をお届けするわけなんですけれども、お三方にお弟子さん歌っていただきます。それぞれなんかジャンルが全く違うジャンルということで、最初は村松さんがポピュラーソング、はい、それから日本調演歌の、フリを交えた伊藤武子さん、はい、それからセリフを主体にした、演歌、それは出口文子さん、はい、出口さんはなんと藤十郎の恋よりおかじ、これはもう本当にね、セリフがすごいので、そうですね、面白いですね。おかじが一番いいですね。あ、うん、この方はね。あ、そうですか。もうそれぞれやっぱり得意なジャンルっていうのがあって、その選抜メンバー3名の方に歌っていただくということでございます。早速お聴きいただきたいと思います。あなたの燃える手で私を抱きしめて、ただ二人だけで生きていたいの。ただいま命の限り私は愛したい。命の限りにあなたを愛する。頬と頬寄せて燃える口づけを交わす喜び、あなたと二人で暮らせるものなら何にもいらない、何にもいらない。あなたと二人生きてゆくのよ。私の願いはただそれだけよ。あなたと二人固く抱き合い、燃える指に髪を絡ませながら、愛しみながら口づけを交わすの。愛こそ燃える火よ、あ
の恋はあと行きます、会いたくてねえ、あなたかが言うてんの花も散ります、金沢でした、命ギリギリ生きたから抜いた指輪と女の未練そっと包んだ、涙よ金沢、金沢の夜、叶わぬならばこの黒髪をぷっつり切ってメイドの旅へ旅自宅、悔しさも悲しさも憎しみも今は消えました。ああ綺麗やな祇園の町の良い明かり、父様、家事は女に戻ります。
私にすべて地獄に落ちてもから玄関へ続く匠の技を随所に取り入れたアプローチ、時空を超えた雅の世界が広がります。享楽の中心地に今よみがえる楽中遊和花伝。高瀬春彦先生の、ね、生徒さん3名の方に歌っていただきました。ちょっと感想など聞かせていただければと思います。まあなんとかいつものように歌えたと思っております。女心のじりじり燃やすとか、そういったあの女性特有のね、あの、まあ、曲としっとりとした加賀の女性のね、あの趣とバランスをあの加味した作品ですのでね、そこのところが難しかったですけれども、あのおかじは一番あの高瀬教室で初めてセリフ入りを習った曲なんですね。だからあのそれに魅了されまして、はい、もうおかじ一本で先生もお好きでいらっしゃる曲ですので、今日歌わせていただきましたが、なかなか初めてですので、うまく歌えてたかどうか。それでは高瀬先生にまとめていただきます。今後も同じラインでいきます。男の生徒さんっていないんですか？いや、みんな辞めるんです。何やそれ、また期待しております。高瀬先生ありがとうございました。はい、はい、それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。